こんにちは、あいじです。というわけで今日は沼津の劇場の出番がありまして、なんとこの方と一緒でございます。デディーンなんじゃないですよ。佐久間さんがなんとこの沼津の劇場の近辺で、はい、日本で一番美味しいという。俺マジでもう日本一、俺も言っても全国各地いろんな寄せとかいろんな営業やらで行ってますから、その中でも俺は日本一の唐揚げだと思います。熊田正史さんも日本一って言ってるんですよね。いろんな芸人さんがめちゃくちゃうまいって言ってるそうなんで、言ってますよ。僕も食べに行きたいです。行こう。藤彦さんいつもありがとうございます。こちらこそ。行ってきます。行ってらっしゃい。ちなみに藤彦さんもその唐揚げは美味しいと。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。じゃあ期待して向かいます。失礼します。失礼します。鳥湯さんっていうんだ。最高だから、うなぎ釜飯鳥湯さん全部美味しいんだけど、これのおすすめは鶏の唐揚げ定食、鶏天定食、天丼でアジサイ丼、4種類おすすめされてますが、もう、はい、じゃあ唐揚げ一択でいいですね今回、はい、1,050円いきましょう、はい、お店入ってきまして、これもう絶対美味しそうな雰囲気じゃないですか。もうすでに美味しい。これもういいお店の空気感がバンバン出てますよ。上品、お上品、上品、お上品、本当にこういう感じでございます。はい、いやお上品なお店でぐちゃぐちゃやったな全部。普段几帳面になるんで嬉しくて嬉しくて本当に大好きよマジで。あれメニュー開いてますよ。あれこれ探してたんだ唐揚げ定食を。さっき見てもう別にさっき外で見ました大きいやつ。はいはい、ありがとうございます。来ました来ました。佐久間さん来ました来ました。どうぞどうぞ。先もうどうせすぐ次来ますから。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、うわこれですね。すっごいこの辺からもうわーってもうあとはもう全部任せたい。俺はもうどんな表現なんですか、その辺がじゅわっときてるって。だってもうこれ入れ物から美味しいに決まってんじゃん。入れ物ご飯の入れ物。ほらいきますよ。あららら、湯気半端じゃないから言っとくけど、今ご飯開けたんです。唐揚げじゃない。あ、でも匂いいい、すごく。で俺はこのちょっとこのご飯の炊き方も好きなんだ。確かにちょっともう匂いわかる。そう、はい、ちょっとね、ちょっと水分が感じられる。そう、これね、わかる、この感じ。赤味噌みたいな。で、これやっぱり、あ、茶蒸しですね。最高。結構ゴロッとしてるでしょ。ゴロッとしてる。いただきます。はい。うわ。いただきます。本当にもう入れたてめちゃくちゃうまいし、いつも手前で取ったりもするんで。はいはい。あ、そうなんだ。ここで作って出前に来るぐらいの温度もまた美味しいんだよ。初めてです。これは本当にうまい。これももうサクサク系ですね。お肉が普通プリプリジューシーなだけでって思うんですけども、それプラスほぐれる感じ。うまいな。とにかく衣は味付け醤油、エンドレスでいけますね。これいいこと言いました。よく言ってくれた。俺が言うべきだったかもしれない。よく言ってくれた。ほら、噛むと確実にブシャって人間が出てくるんですよね。よく言ってくれた。はい、ここに来れるとはな。結構時間経ってますけども、2個目全然食べないですね、佐久間さん。大事にしたいだろ。すげえ大事にしたい。めっちゃ大事にしてるんじゃないですか、もう。大事にしてる。外側ばっかり食べて、この外堀攻めてますよね。きゅうりでご飯にこっちしたじゃないですか、今。それは無理でしょ、さすがに。その唐揚げの残りがついたらちょっとご飯無理でしょ、だからお前なんだろうな、これ本当でもね、これちょっとビビる。音ももうザクザクいってますもんね。うん、半端じゃない。取れた。うん、ちょうどこれも今めくれちゃったんですけども、これで分かってもらえますよね。お肉がいかにネック G じゃないです。ネック G じゃなくて唐揚げがめくれただけなんですけども、いかにこの肉質が美味しいかって分かりますよね。大人向けなんだけど、子供から絶対美味しいって言うような唐揚げですよね。最後の1個食べるのが惜しくて衣でご飯行こうとしてじゃないですか。終わっちゃったもんだって、これ食べたら。そんな食べ方あるんですか。だってこの衣がカリカリでいいのよ。衣確かにめちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまい。何なんだろうな、これ。うわうまっ。もう肉質関係なくうまいんだ。衣がうまいんだ。わかる。でも子供食べれる。この衣だけでもね、うまいんだよ。十分美味しいスナックですよね、これ。なんだろうな、これ本当に。はい、僕も唐揚げ最後の1個になってしまいました。で、佐久間さん、レモンってどうしてました？あ、もうノーレモン？ノーレモンだと俺は。確かにレモンをかけて味がちょっと変わっちゃうのがいいかもしれないと思うような、そうなの。このままでいてほしい唐揚げですよね。でもそれでいいと思う。どれでもいいと思うけど、本当に美味しいもんこれ。うん。じゃあ羨ましそうに見てるな、随分。いいな。